あこんばんは。あ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、今日はあ日曜日です、えー。本来であれば、あ休日で、えー、あるべき日でもあるわけですね。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。また同じことをお話、口から出してますけど、えー、私は相変わらずから元気で、えーえー、休みなしの長時間労働ですね、えー。相変わらずですけど、能力がないために働くしかないんですけど、なんとかですね。えー なんとか利益を稼いで、給料を払わなくちゃいけない。職人たちに食給料を払わなくちゃいけないですから、そういった意味ではですね、えー、休むわけはいかないわけですね。日々成長ですね、そういう意味ではね。皆さんはあお仕事だったでしょうかそれとも、えー、休日を存分に、えー、味わうことができましたでしょうかあ、えー、いずれにしてもお、えー、毎日素晴らしい日々をお過ごしいただきたいと思います。で、えー、今日はですね、えー バイマスセミナー。一応この内容は、あバイマスゲラセミナーという名称を使ってますね。当然バイマスに関する説明をしなくちゃいけないんですけど。前回まではですね、えー、バ,イマス総合あバイマス基本総合戦略、えー。バイマス日本ではなくてバイマス基本総合戦略。あ、違うな。えー、基本計画。すみません、名前忘れました。昨日説明するも忘れてるな。あバイマス活用基本計画。 ですね、についての説明、昨日までさせていただいたんですけど、えー、昨日うはあ最終的にバイ,オリバイオリファイナリー、あるいはバイオマスリファイナリーという内容について説明しました。 でこの次にですね、このバイマス日本総合企画、あ間違えた、何でしたっけ、あれ名前忘れるんだよな、バイオマス基本計画、まあ、バイマス推進基本計画というんですけど、この内容はですね、このバイオリーファイナリー、バイマスリファイナリーの次の内容はですね、えー、皆さん協力してやりましょうという。 こととでままめてありました。これについてわざわざ説明する必要はないであろうというふうに勝手に判断させていただいて、実際のところ、この内容について、前回までの内容についてはですね、もう割にしようと、勝手に、勝手にですよ、ね、自分勝手にまたさせていただくことにしました。で、今日は早速ですね、内容が変わりまして、なんと、なんとですよ、バイオマスバーナーの燃焼について、 まるっきり話は変わるんですけど、機械についての内容ですね。ただ、機械についての内容は詳しく説明するとですね、やはり皆さん分かりにくいと思いますので、このバイオマスバーナー、バイマスバーナー、このバイマスバーナーが、えー、によってですね、バイオマスという、いろんなバイオマスありますよ、廃棄物系バイオマス、未利用バイマスといろいろございますけれども、このバーナーによってまずは燃焼を燃やすということができます。この燃焼によって、この熱を,熱を利用することによってですね、いろんなことができるわけですね。 1、えー、一つはああ温水、蒸気を発生させ工場内利用する、あるいはです、ね、発電までできます、実際はです、ねえー、熱利用ということで、えー、いろんなことができるわけですね。あるいは気、ね、体を発生させて、えー、これで気体を作ることができますそのガスも利用することができるわけですね。えー、要するに、えー、熱利用ができるわけですね。それに根本なのに、やはりこの熱利用するためには、1つはバーナーが必要であると。 他にもやす方法っていろいろあるんですが、一つの方法として、このバイオマスバーナーが重要な役目を占めているというのが実際です。で、えー、バイオマスバーナー、あー日本製というのはです、ね、実際、なかなか少ないというのが実際です。 実、えー、のところ、海外から入ってきているものがですね日本国内で実際使われているとところは、ですね今回説明する内容は、まあ、従来から手前どもの方で燃料化システムということで提案させていただいた内容の、まあ、バーナーにも当てはまるバーナーなんですけど当てはまるんじゃなくてバーナーそのものなんですがそれについて日本製です、えー、優秀なメーカーさんがおられましてそのバーナーを使っておりますなぜ優秀かというのも含めてですねこの バイオマスバーの燃焼についてをちょっと、ちょっとじゃないですね、えー、なるべくわかりやすくですね、うんえー、なかなか技術的な説明するとですね、えー、なかなか理解できないところがあたくさん出てくると思いますので、えー、なるべくですねわかりやすく説明したいというふうに思う次第でございます。では早速、早速説明しますね。 バ、えー、イオマスバーナー、いろいろ方式、燃焼、つまり燃やすための方式であるんですが、あ手前どもで、えー、提案させていただいているバーナー、つまり燃焼器はガス化燃焼方式という方式をとっております。えー、これは何かと申しますと、火床、つまり従来は燃やすものをですね、えー、火床、燃料の受け台ですね。 この上に乗せて物を燃やしてた。ところが、その受け台である飛行士、あるいは火床というものが、このガス管燃焼方式ではございません。これがないためにですね、より完全燃焼ができるというのが実際です。なぜ火床があると完全燃焼がしにくいかと申しますと、火床があるがゆえにですね、実際は、 燃焼に必要、燃えるために必要な酸素、まあ、空気の中に酸素があるわけですけどその酸素が十分に行き渡らないというのがあってですね、そのために燃焼が難しい完全燃焼が難しい燃やせるのは燃やせるんですが完全燃焼が難しいというのが従来の燃焼器バーナーでございました。 あ,あ,あくまでもバーナー燃焼器は焼却炉とはございます違います。焼却炉。焼却炉というのはあ廃棄物等を機械の中に入れて、そして、えー、化石燃料、石油燃料等で燃やすということですね。えー、それを燃やすわけですね。で燃やして、その熱は出てくるんですが、つまり目的はあくまでも燃やすこと。その廃棄物を燃やすことであって、例えばあ焼却炉を の熱熱をを利用する場合はは実際排二酸化炭素、二酸化炭素じゃない、えー、すみません、石油燃料を使って、えー、その機械内にある排気物を燃やす。その燃やすことが目的であって、結果、要するに熱が出てきます。燃やした後必ず熱が出てくるんですけど、その熱を利用するのがあ焼却炉の熱利用。 あくまでも焼却の焼却の熱利用は燃やした後の熱を利用するということ。それは石油燃料を使って燃やすということですね。ところがですよところが燃焼器、バーナーは違うんですね。これは燃やすこと自体が目的。つまり燃やして熱を利用する。燃やして熱利用ですね。えー、燃やすことが目的じゃなくて燃やして熱を利用する。つまり熱利用のための燃焼器ですね。その熱を利用して いろんな、先ほど申し上げた蒸気、あるいは温水を発生させて工場で使う、あるいはですね、えー、詰まるところ、結局工場、工場じゃなくてすみません、発電までできてで、発電することによって電気を使うということまででき,るできないことはないわけですね。このように燃焼に必要なもの、要するにその熱利用するために最低限必要なものが、この燃焼器、バイマスバーナー。 バイオス、未利用バイオマス、廃棄物系バイオマス、いろいろございますけれども、そういったバイオマスを利用する熱利用のために必要なものが、まずこの燃焼器であると、バイオマスバーナーであるということが言えるわけですね。わかりましたかねわあかるかな。で、えー、ちょっとですね、ちょっとじゃないですね。はい、ちょっとという言い方おかしいですね。まず燃える燃焼とは何かというのを基本的に振り返ってみましょう。 C プラス O2、つまり CO2、これが燃焼です。C プラス O2、要するに炭素プラスの、これは酸素です。これが結合して、これが燃えるということなんですね。で、CO2 が発生する、二酸化炭素が発生するわけですね。で、この地球温暖化、この二酸化炭素が今現在問題になっているということです。ただ、燃えるという行為、燃えるという燃焼には必ず CO2 が発生する。 これはもうこれが燃焼という現象であって、これは致し方ないじゃなくて、これ自体発生させること自体が実際のところ燃えるということになるわけですね。燃えた後のこの,の CO2 発生させる際にですね、実際は熱が発生するわけですね。熱が発生するととも共に目に見える炎も発生するということが燃焼、燃えるということですね。ただですね、えー、燃えるという行為、この C プラス O2。 で CO2 発生するんですが、まず物に対して、えー、着火、要するに燃えないといけないですね。まず燃やす。で燃えた後に、えー、持続的にずっと自分の力で燃える。自分の力。それ燃やすために別の機械があって、例えば着火、満棟ございますよね。着火、満棟でまず着火させるわけですね。ぼっと火が燃えるわけですね。そのものが燃えないと消えるわけですね。でえー、そのものが燃えるということは C プラスオーツ。つまり その燃えるものに C が入ってるわけですね。C。つまり炭素が入ってるわけです。炭素が入っているものは何かというと、これが実は植物由来、生物由来のバイオマスであると。このバイオマスの中の C ですね。つまり炭素分と酸素が結合して CO2 で燃えるということですね。この燃えると熱が発生する。この燃えた燃焼の熱を利用するのは熱利用ということです。これで説明よろしいでしょうか。で、空気部。 皆さん吸ってる空気ですね。酸素、酸素と言ってますけど、実際はこの空気、皆さんが生活できるのはこの空気のおかです、えー。この空気は何でできているか実は窒素が80%あーほ、ほとんどじゃないですけど、えー、最も多いのが窒素でできています。で、えー、燃焼に必要な酸素、また生物があ生活するに必要な酸素は20%である。 あるいはアルゴン CO2 というのができているんですが、あその酸素分、この20%を利用して燃焼というのもするわけで,、ねはい、で,で,ですね。で、これからは従来のバーナーの説明です。この酸素とかそういった名称からの説明になるんですけど従来のバーナーは実は酸素分を多く必要としました。酸素をどんどん供給してやってよく燃えたと。 いうこと,ですね、ところが酸素を吸収するんですがあ、ところが酸素も多く排出されるんですね。えー、必要とした酸素がですね、えー、燃えた後も酸素が発生する。これは何かというと、ですね、要するに酸素を使ってない、つまり、えー、従来必要だったこの O2 ですね、C プラス O2。この O2 を多く排出しているということを、O2 を使っていないまま出しているというのが一つ言えるわけですね。でもう一つ、何がやるかというと、CO が発生する。 何でしょうか ?CO。つまり、一酸化炭素です。これは不完全燃焼だと CO が発生します。CO。一酸化炭素が発生します。で、この CO というのは何があるかというと、一酸化炭素中毒ですね。中毒を引き起こすんです。これは人体にものすごく悪い影響を与えるということですね。これ、なぜ人体に悪い影響を与えるかというと、確かに体内には常に酸素が必要です。酸素が。 酸素をどうやっているかというと、体内の血液が体中に運んでくれているわけですね。体中に血液が酸素を運ぶことによって人間は生活できるんですが、その体の中のです、ね、ヘモグロビン、つまり血液中のヘモグロビンが酸素を運んでくれるんですけども、ところがですね、これが酸素240倍早めに、酸素240倍も早く、 結合してしまって実際は血液の酸素の運ぶ量を減らしてしまうんですね。一酸化炭素が早く,早く血液中の240倍、酸素の240倍早く結合してしまって血液の酸素を運ぶ量を減らしてしまう。それによって中毒。 つまり最悪の場合は死亡するというのがこの CO2。この CO2 を発生させてしまう、つまり不完全燃焼だったのが従来のバイオマスバーナーということが言えるわけですね。ところがですね、えー、今私どもが提案しているバーナーは、正しいバーナーは低酸素燃焼技術、つまりまずは少ない酸素量で燃やすことができるんですね。O2 が少ない。でえー 完全燃焼できるんです、完全燃焼。CO の発生量は極端に少ないです、実際は。それはなぜかというと、当然、完全燃焼できるために CO、一酸化炭素の発生が非常に少ないわけですね。結果として何が出てくるかというと、C プラス O2, つまり燃やすため,燃やした,ために燃焼、完全燃焼したために CO2 が発生します、二酸化炭素。 これ本来の姿ですね。燃えるという行為。燃焼である行為は C プラス O2 で CO2、二酸化炭素が発生するんですね。ところがですね、ところが、石油燃料の違うところ、石油燃料も当然この C と O2 をプラスして CO、つまり燃えるという行為が出てくるんですけど、燃えるという現象が出てくるんですが、ただバイオマス、雪廃棄物、まあバイオマスですね、については違う、何が違うかというと、 CO が発生したとしても、植物で、本来の植物で、生物由来の資源であります。で、カーボンニュートラルですね、つまり従来、本来といいますか、もともと植物というのは CO は吸収して、CO2 を吸収して成り立っている。で、燃やしたとしても CO2 は発生するんですが、プラマイゼロで、カーボンニュートラルと、要するに CO2 の発生量は増加しないと。 という現象が起きるわけですね。えー、という意味で、こ、ね、ということで、今回の説明を終わります。これがバイオマスバーナー。私どもの提案するバイオマスバーナーです。さよなら、さよなら、さよなら、もう15分になるんですよ。